長なり平野の仕様大なり3年ぶり、ゴチ、参戦、気づいたら日テレを裸足で歩いてた、と黒歴史告白。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キング、リンチェプリンス。 平野市洋さんが5月18日午後7時放送のバラエティ番組ぐるぐる99日本テレビ系の2時間スペシャルに出演し人気コーナーゴチになりますマックス。ゴチバトルに3年ぶりの参戦を果たす。トークテーマは私の黒歴史 SP。平野さんは高橋海人さんの20歳の誕生日を祝った時に人生初のある体験をしたことを明かす。その際、 気づいたら日テレを裸足で歩いてた。と衝撃のエピソードを告白する。コチメンバーの増田隆久さんは、黒歴史はほぼない。と、かっこつけるが、選挙カーが通りかかった時にした勘違いを明かす。宮野守さんは、ライブのマック中にあるポーズを取ったところ、衣装が透けていて、客席から悲鳴が上がったことを話す。 この日のゴチバトルは、イタリア料理のテリスダイニングタンゴ、東京都港区で、設定金額1万8000円を目指す。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。